2023年6月上旬から反転攻勢に出ているウクライナ軍において、その主攻撃軸である南部ザポリージャ州の要衝トクマク方面での戦況と、東部ドネツク州の南部からアゾフ海に面するマリウポリ奪還を目指す攻撃軸については、ここ数週間詳細な戦況を伝える情報がなく、ウクライナ軍の前進が停滞して膠着状態にあるものとみられているよ。これらに反して、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたドネツク州の州都ドネツクに近く、2022年2月24日の侵略開始以前からウクライナ軍が勢力下に置いていたアウディーユカと、北部ハルキウ州のウスキル川をまたぐ形で存在しているクピャンスク近郊におけるロシア軍の攻撃が激しくなっていることが伝えられているぜ。さて今回は、アウディーユカとクピャンスクでロシア軍の攻勢が強化されている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずドネツク州アウディーユカ近郊の攻防戦においては、10月25日にウクライナ軍参謀本部が我が軍はアウディーユカ近郊の戦闘において、ロシア軍の攻撃をすべて撃退しているとして、ドネツク州のアウディーユカ、ステポベ、シェベルネ、ネベルズケに対して仕掛けられた攻撃はすべて失敗に終わっており、我が軍は10回以上に及ぶ攻撃を撃退したとした上で、ロシア軍はアウディーユカを包囲しようとする試みを諦めておらず、航空戦力による支援を積極的に展開しているとロシア軍の攻勢が継続していることを明らかにして、使用しているが、我が軍は陣地を堅持して敵に重大な損害を与え続けていると発表したよ。しかし、アウディーユカの北隣にあるクラスノホリカにおいては、ロシア軍がアウディーユカにつながる鉄道路線に到達したものの破壊されたとする動画が公開されていて、ウクライナ軍参謀本部の主張を裏付けているが、これまでロシア軍の存在が確認されていなかったアウディーユカの北の鉄道にまでロシア軍進出していることが明らかになり、アウディーユカを包囲しようとするロシア軍の攻勢が強化されていることがわかるな。また、それらの地点の南にあってアウディーユカを見下ろせる高台にロシア国旗と、ロシア陸軍第114自動車ライフル旅団の旗が立てられている画像が公開されていて、ロシア軍によってこの重要な高台が占拠されたことを証明しているぜ。これに対してウクライナ軍は高台に設置されたロシア国旗と第114自動車ライフル旅団の旗をドローンで吹き飛ばしたとされる動画などを公開したが、この動画についてロシア系の軍事ブログなどではドローンで旗を攻撃しているのは、この高台にウクライナ兵がいない証拠だとして、高台をロシア軍が維持していると主張しているよ。さらにロシア系軍事ブログではクラスノホリカ西側の鉄道に到達した。ロシア軍部隊がさらに鉄道沿いに西側の地域に前進して共闘法を築きつつあると主張したほか、アウディーユカの南にあるオプトネやボーダインなどからアウディーユカ向けて攻撃を強化していて、過去24時間でアウディーユカの西にあるシェベルネ方向やトネネキー方向で大きな前線を遂げて、アウディーユカ包囲網を狭めているとしたんだ。ただ、これらの主張を裏付ける動画や画像などの視覚的証拠はまだ現れておらず、ウクライナ側からの反応も特になく確実な情報とは認められていないものの、ロシア国旗が建てられた高台につながるウクライナ側のコークス工場付近にロシア軍が進出していることは間違いなく、この工場をロシア軍が占領することがあれば、アウディーユカを防衛しているウクライナ軍部隊には大きな打撃となることが指摘されているぜ。また、ハルキウ州のクピャンスク方面においては、ウクライナ陸軍のシルスキー司令官が10月14日にクピャンスク方面のロシア軍部隊はこれまでの損害を補充した上で、活発な攻勢を開始していて、その主要目標は我が軍を撃破してクピャンスクを包囲し、オスキル川東岸の地域を確保することにあると述べており、30日にもハルキウ州クピャンスク方面のロシア軍は複数の攻撃軸で前進を試みていると語っていたが、そのことを裏付けるかのように、インターネットや SNS で公開されている動画や画像において、ロシア軍が新キフカ、オルヤンケ、イワニフカの3方向で攻勢を仕掛けていることが視覚的に確認されたな。このクピャンスク方面の戦況についてウクライナ系の軍事ブログでは、ロシア軍は兵力でこの地域のウクライナ軍に優位であることを活かした攻撃を展開していて、
ピャンスクの北にあるマシテフカから南側の地域を占拠するなどの戦果を上げているが、さらに南にあってクピャンスクに近い新キフカへの攻撃には失敗して後退したとして、11月1日現在においては、クピャンスクから見て東方にあるペルショットラブネーベやオルヤン家の周辺で激戦が続いているともした上で、ロシア軍はクピャンスク近郊の戦線の至るところで部隊のローテーションを行いながら常にフレッシュな戦力投入しており、戦力面では明らかにウクライナ軍を上回っているとみられ、この先さらなる大規模な攻撃が予想されると警告を発しているね。ロシア軍がクピャンスク方面の戦線で投入しているフレッシュな戦力については、ウクライナ軍報道官が23日にクピャンスク方面の戦闘においてロシア軍の戦術が根本的に変化したわけではなく、これまでと変わらずロシア軍兵士の命が無価値に等しいと感じられる戦闘を展開しているとして、ロシア軍が肉壁部隊とも呼ばれているストーム Z という一度捕虜となったロシア兵や、体内で禁止されているアルコールや麻薬を使用した兵士、命令違反で逮捕された兵士などで構成される懲罰部隊をロシア全土で編成した上で、最前線への予備戦力として送り込み続けていると主張していて、シルスキー司令官もそのことを認めているみたい。ストーム Z にはこれら懲罰を受ける兵士だけでなく、昨年バフムートで多大な損害を出したロシアの民間軍事会社ワグネルが自社の、戦闘部隊の弾よけの肉壁とした刑務所で徴収した囚人も含まれているとされ、ワグネルが消滅した後はロシア国防省が囚人の徴用を続けていたと見られているな。今年の4月にアメリカ国防総省の機密文書が漏れた際、このストーム Z について記されていたとして、アメリカのシンクタンクである戦争研究所がその内容を報告したね。その報告によると、機密文書ではストーム Z が編成される目的と実際の組織と後方支援要件などについて明らかにされていて、複雑な戦闘任務の遂行に際して通常の陸軍軍団単位編成とは別に、一時的に創設される独立した部隊として編成され、与えられた任務や配備される地域の戦況に応じてその規模は変化するものの概ね中隊規模であるというよ。その他ストーム Z については、編成や訓練などについても正規軍部隊と同様に詳細な内容や規定が設定されているのであるが、ウクライナ国内に配備されているストーム Z についてはそれらが適用されていないとする指摘があり、ストーム Z に配属され運よく生き残った受刑者が、小銃の扱い方などを簡単に教えられただけで訓練などはほとんど受けないまま最前線に送られたとして、最前線ではただひたすらウクライナ軍人地への突撃を命令されただけで、その度に多くの兵が戦死しても次々に新しい兵士が送り込まれたとの証言が伝えられ、ロシア国内の独立系調査組織などでも、ストーム Z はロシア国防省において使い捨て歩兵部隊とされ、戦場においては損害を顧みる必要がない消耗品扱いの便利な道具でしかないとしていて、この兵士の証言を裏付ける形となっているぜ。ロシア軍はアウディーユカの戦闘にもこのストーム Z を送り込んでいるとされ、ウクライナ軍は次から次へと相手突撃してくるこのゾンビのような部隊に手を焼いているものと見られているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。